ピータービルトモータースカンパニーは、アメリカ合衆国テキサス州デントンに本社を置く、トラック製造会社である。姉妹部門である、ケンワースと共に、パッカーの子会社である。カリフォルニア州オークランドで創業し、その後テキサス州へ移転している。アメリカ国内においては、フレートライナーに次ぐ規模の貨物自動車メーカーである。本社である、テキサス州デントンと、 カナダ、ケベック州、サントテレーズ工場で生産が行われている。1939年に、初めて製造されたトラック、ピータービルト33420世紀初頭森林から伐採された木材は、蒸気トラクターや馬によって、搬出や運搬が行われおり、また、搬出された丸太は川へ運搬し、イカダを組んで川下りを行いながら製材所まで、 運ぶなど、当時の輸送は、費用と時間がかかる労働集約型産業であった。ワシントン州、タコマの大手大木伐採業者であった、ピーターマンは、伐採した木材を素早く、効率的かつ、自身のニーズに合わせることができる、木材運搬用トラックの研究を始めている。余剰であった軍用トラックを購入し、重量物運搬用途に改造を施し運用を、 開始しており、以降、用途ごとに、車両の改善と研究を行い運搬技術を、確立している。また、エンジン始動方法が、手動クランク式であったのに対し、蓄電池を利用した、セルモーター方式へ、アクロの走破性能を上げる後輪のデュアルドライブ化と、駆動軸のチェーン駆動方式、オールスチール製キャビンなど開発されたものは、当初から革新的な技術であった。 1939年、同様に、オークランドを拠点とする、商用農業車両メーカーである、ファジェオルモータースを購入し、そこで製造されていた機材を利用した、カスタムシャーシの生産を、ピータービルドとして開始している。第二次世界大戦時には、モデル346が、アメリカ軍用のトラックとして、正式に採用される。しかし、対戦の最中、 1944年にピーターマン、成居。配偶者である妻が遺産を引き継いでおり、その一部をマネージャーなど7人の関係者に対し、売却している。1958年、業績が好調であり、新工場設立計画もあったが、最終的に貨物自動車製造に進出し始めていた、鉄道車両製作・伐採設備機器企業であった。 パシフィックカーファウンダリー社である、現在のバッカー社に対し資産と事業の全てを売却している。ありがとうございます。